ロケット鉄道車用、オペル、サンダーロック、3928年6月ロケットの積み込み。右が、フリッツ・フォン・オペル、左が、フリードリヒ・ビルヘルム・サンダー。オペル・ロックは、オペル自動車のフリッツ・フォン・オペルとマックス・バリアと、フリードリヒ・ビルヘルム・サンダーたちによる協力によって、開発された一連のロケット自動車である。 ロケット動力飛行機であるリッピーシュエンテは1928年6月11日にフリッツ・ステーマーの操縦で飛行したがそれ以降の進展はなかった。燃焼中のロックン・ロケット列車。1937年のドイツ映画ベルトラウム、シフアイ、スタルテッド・アイネ・テクニシャ・ファンタジーには短時間に複数のロック車両が登場する。 436フィートで11秒間、同化線を備えた、ロック2自動車447フィートに2秒間、ラックスタスバーサックスバーゲンのラベルが貼られた、ロック2自動車にマックスバリアが着座した映像451フィートに2秒間、フリッツフォンオペルが、ロック2自動車に着座460フィートに11秒間、フリッツフォンオペルが1928年5月23日に、 ベルリンのアバス軌道で、ロック2自動車を運転472フィートに2秒間1928年6月23日に、鉄道軌道上で、サンダー、オペルロック3ロケット自動車が走行475フィート19秒1928年9月に、オペル、サンダーロック1ロケット滑空機が飛行536フィートに6秒間、 マックス・バリアがロック、ロク自動車に座って会話、ありがとうございます。